はい、皆さんこんにちは、あきよしです。今日もですね、前回に続いて文化芸術活動の継続支援事業について、佐藤さんとお話ししていきたいと思います。それでは佐藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。文化芸術活動の継続支援事業って何ぞやっていうところはですね、まあ概要欄だったり前回の動画を見て参考にしていただけたら嬉しいなと思っておりますけれども、佐藤さんですね、はい、トライアル公演に向けて、はい、まあ、今回の文化庁のですね、補助金を利用して、主催者として申請されようとしていたというところは前回お伝えしましたけれども、まあ、なんとですね、ちょっとそこの様子も変わってきたっていうお話をですね、聞いたんですけれども、どういったことでしょうか。はい。はい、よくぞ聞いてくれました。はい。ちょっとですね、私、まあ、改めて募集要項とかですね、まあ、特に Q&A なんか、ちょっとね、細かく見てたんですけども、はい、一個ちょっと気になる気がかりな点を見つけまして、Q&A の中にですね、まあ、延期になった公演を1月にやるっていうことにしてるんですけども、うん、それは対象にならないんでしょうかっていう質問があったんですよ。お、そういう質問があった、はい、あったんですよ。ほうほうほう。で、そしてその答えが、その1月の公演に関してかかる費用というのは対象外ですっていう答えだったんですね。なるほど。はい、はい、確かトライアル公演は12月6日まで、はい、っていうことになってたから、はい、それがまあ1月の公演に関しては、はい、っていうことですね。そうですね。ただまあそれまでの、まあ、例えば12月6日までに行った稽古とか、うん、まあ、まあチラシを作ったとか宣伝用のね、はい、そういうのは、12月6日までに完了しているものであるということであって、まあ、対象にはなるんですよというような感じの答えが載ってたんですね、うんうんうん、なるほど、はい、なんでちょっと僕気になって僕も直接電話して聞いてみました。あ、はい、事務局の方に、はい、はい、そうです、はい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 、僕もね一応1月にやろうかなと思ってたん で、うん、で前にねなんかちょっと、ちらっと聞いたところによると、まあそれまでに、まあ、例えば12月6日までにまあ会場費を支払ってしまえば、うん、対象になるんじゃないかっていうようなことをねちょっと思ってたんで、なるほど、改めてね聞いてみたんですけども、なるほど、やはりですね Q&A の通り、12月6日までに、まあ、会場費を全額支払ってたとしても、うん、それは対象外ですと、補助の対象にはなりませんというような、お答えをオペレーターの方から、断言されまして、なるほど、はい、12月の6日までに全部支払ったとしても、はい、しても、それ経費計上したとしても、はい、1月の公演に関しては、全く対象にはなりませんと、うん、なるほどなるほど、もちろんね1月にそのやる公演で、雇ったスタッフの賃金ももちろん、それまでに支払ったとしてもそれも対象にはならない、うん、はい、で1月の公演で使うために12月6日までに全て買っといた、例えば消毒液ですとかそういったコロナ対策に関するものも、1月の公演で使うっていうことであれば対象にはなりませんというふうにちょっと断言されてしまいまして、なるほど、はい、もうじゃあもう漏れなく1月の分は全て、はい、経費計上したとしても、そうですね、その公演に関するものっていうのは対象にならない、はい、っていうご判断っていうことにはなるんですかね、はい、ただまあさっき言った通り12月6日までに行っていた稽古とか稽古話題ですね、うんうん、とかまあ皆さんでこうなんか、合同稽古で、まあ、例えばオンラインでつないだために、使ったなんかそういうパソコンをもし購入したということとか、うん、そういうのは一応もうそこで使ってるっていうことで、一応対象にはなるというふうには言われました。その機材代とかっていう関してっていうことですね、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、まあ、そういったことでですね、うん、ちょっとまあそんな感じなんで、まあ、ちょっとシフトチェンジというかちょっとやり方変えないといけないかなみたいなところちょっと今日ですね、また改めて考えております今のところ、はい、これ実は私はね、そうですね7月6日うん、まだ発表されるも直前、うん、その前日にですね、実はね事務局の方に電話しまして、そしてですね、その時は12月6日までっていうふうなトライアル公演はなかったんですけれども、うんうん、はい、10月31日までに実施期間っていうこと で、うん、で私はまあ12月だったりとかにトライアル公演をした場合のケースはですね、そこの経費、その他箱代だったりとか、
先ほどおっしゃってたようなものが全部対象になりますかって言ったら、実は対象になりますっておっしゃったんですね。なので、やっぱりね、こう変わったところがありますよね。その、発表された時に、まあ、私はもうそのずっとそういうふうな、いけるもんだと思ってましたから、まあ、それをね、まあ、佐藤さんにお伝えもしたと思うんですけれども、まあ、実際問題、結果的に、まあね、Q&A っていうことで、まあ、そこにね、追加情報がどんどん今、随時更新っていう形なんですけれども、まあ、今はもう対象外にあったっていうところになったわけですよね。そうみたいですね。うん、まあ、ちょっと残念ですけど。これはね、もう何とも言いようがない複雑な気持ちですけれども、はいはい、まあ、もうそうなったものは仕方ないなっていう中で、うん、まあ、佐藤さんがね、それを踏まえてどういうふうに動かれていくのかっていうのは、ちょっと、考える余地があるのかなっていうところありますよね。あれですよね、劇場の下見も行ってきたりされてるんですよね、はい、下見もしました、うん、はい、でどういったところを今日下見されたんでしょうか。はい、まあ、今日はですね、まあ、横浜の若葉町というところにあるですね、まあ、割と小さめの劇場なんですけども、うん、まあまあまあ、使い勝手はまあ良さそうな感じの劇場でありましたんで、なるほど、はい、まあ、なんかね、もし使えたら、うん、まあ、例えばね、 PR 動画の撮影とか、まあ、もしくは1日だけトライアル公演を、まあ、10月あ11月ぐらいにやってみてもいいのかなっていうふうにはちょっと思いました。はい、っていうことはあれですね、 A の2位でしたっけ、150万円の動画配信、積極的な取り組みの動画配信収録っていうところに当たりますかね。そうですね、上限150万円っていうふうになってると思いますけれども、はい、 そうですね、まあ、そっちの方にシフトチェンジしても、うん、まあいいのかなっていうのをちょっとね、下見して思ったりもしました。はい、前回はね、共同申請っていう形で、はい、提出するっていうね、うん、まあ、申請するっていう形で考えられてましたけれども、うん、まあ、もしかするとその個人枠の150万になるかもしれない、うん、まあ、もしくは、小規模団体っていうことですかね。はい、そうですね、まあ、そっちの方に、まあ、まあ、まあ、シフトチェンジせざるを得ない、まあ、さっきのね、うん、トライアル公演の1月はちょっとダメになりそうなんで、うん、補助がね、ダメになりそうなんで、なるほど、なるほど。のにチェンジしていこうかなっていうのをちょっと思ってますね、正直。はい、なるほど。じゃあ今回もう5回ぐらいお電話させていただいてるんですけれども、事務局の方にですね、まあ、非常に対応がいいんですよね。はい、もう何でもわからないことあったら聞いてください。多分おそらくもう5人とも違う方だったと思うんで、ぜひですね、皆さんもわからないことあったらすぐ、はい、リアルに、聞いてみたらどうかなっていうところもありますんで、はい、事務局の方も、なかなかその資料難しいですよねっていうふうにおっしゃってましたので、はい、もうポイントとしてはですね、はい、まずはね、最初にかけると、うん、かけ直してくださいみたいな風にプープープーってなるわけですけれどもね、まずプルループルルーってなるまで、はい、まあ、何回もやっていただいて、はい、でその後かかったら15分から30分の間で、事務局の方につながってるっていうことなので、はい、まあ、ちょっと15分から30分ぐらいは辛抱して、うん、つないで、ずっとつないでですね、うん、待つっていうところで行けば、はい、まあ、必ずつながると思いますんでね、はい、ぜひそちらの方も試していただけたらなと思っております。はい、それではですね、続きましてなんですけれども、はい、統括団体に事前確認で申請できると、ね、そしてまた統括団体に事前確認しなくても、申請はできるんですけれどもね、まあ、2通りのパターンがありますと。で、佐藤さんは実は統括団体の方に申請されてるんですよね。はい、試しにやってみました。はい、はいはい、どういったそのなんか申請手順って言いましょうか、はい、どういったもんだったんでしょうか。はい、僕はもうね、まあ、統括団体一覧が載ってるんですけども、まあ、うん、ホームページ見ていただければ皆さん分かると思うんですけども、まあ、何個かあって、まあ、何個かちょっと調べて、申請するにあたってなんか過去の公演のチラシを添付しろだしとか、まあ、そういった資料を添付するっていうような内容になってたんですけどもある団体はとりあえずフォーマットがあって、まあ、名前書く欄、まあ、やってるジャンル、まあ、会員か非会員か、その協会のですね、会員か非会員かとか、まあ、その、あと質問が3つぐらいあって、まあ、この、今やってるジャンルはそのまま今でも続けられる能力があるかどうかとか、今後も活動を続けていく、能力が、意思があるかどうかとか、そういった質問が3つあったんですけども、それただ記入しただけなんですね。
で、それでもうそれだけでそのまま、申請をしました、ネットで、うん、はい。で、まあ、僕なんかその後もしかしたらなんかそういう書類とかチラシとか添付するのかなと思ってたんですけども、もう申請したその日の夕方ぐらいに、確認番号発行されましたっていうメールが来ました。なるほど、はい、うん、非常に簡単に確認番号取れました、はい、なるほどなるほど、はい、これ実はですね、はい、まあ、非常にね、今もうすごい、あ、そんなに簡単なんだなっていうね、はい、ところを皆さん感じられたかもしれませんけれども、はい、実は音楽系のですね、私はもうミュージシャンでもありますんでね、うん、音楽系の団体の方にですね、5つか6つ見ましたら、会員からの推薦だったりとか、あとは加入しないとですね、はい、そもそも事前申請ができない、はい、っていうことなんですよね、うん、なんかちょっとねそこに関して言うと私の方はですね、今回は見送ろうかなと、まあ加入してもいいんでしょうけれども、うん、ちょっとね、今回のためだけに加入っていうのもなんか違うかなっていうところと、うん、はい、まあ会員のね推薦って言ってもその知り合いにいませんから、もう一つの申請方法のパターンで、うん、まあ、確定申告だったりね、持続化給付金の受け取りのあれだったりとかをなんかいろいろあると思う、提出するものがあると思うんですけど、私もちょっとそっちの方に行こうと思うんですけど、今回ね、そのレシート、銀行振込っていう形は OK っていうね、原則はっていうことでしたので、で、例えばお聞きしたのは、機材をAmazon で買った時にクレジットカードで決済した場合、はい、まあ、これは、対象になるんでしょうかっていうことをちょっとお聞きしましたね。はい、ダメじゃないの？そうなんですよね。まあそのね、原則はレシートと銀行振込ってありますから、はい、まあじゃあこれクレジットカードは除外されてるのかなって思った。うんうん、たんですけれども、うん、まあその事務局の方はですね、クレジットちょっと待ってくださいっていうので、はい、まあ上の方に確認されたのかな、うん、でその後に、OK ですと、うん、その代わりその Amazon は Amazon だったら領収書発行してもらうっていうのが多分ありますよね、うん、なんかそれじゃないとダメみたいな話だったので、うん、はい、やっぱ領収書って書いてるものですね、領収書って書いてるものだったら大丈夫、だからその紙じゃなく紙だけじゃなくてデータでもいいですかっていうふうに聞いたんですけどね、うん、そのデータでも大丈夫ですよっていうことだったので、はいはいはい、まあ、ぜひですね機材方面でやっぱりAmazonって今ねもうみんなネットショッピングするわけですからね、便利じゃないですか、はい、まあ、こういう状況下もありますから、はい、店舗に行ってね、なかなかこうね、コロナの感染っていうところで言うとちょっとリスクもありますから、はいはい、まあ、家にいながらクレジット決済っていうところはね OK だということで、はい、前回ちょっとお伝えして最初の方にお伝えしてたと思うんですけれども、そもそも今回は申請して、うん、例えばこうねいろいろ各欄があるんですね、その経費の各欄が、消耗品いくらとか機材だったらこれ計上するってい こう書く欄があるんですけれども、はい、でそれが通ったらその後日領収書を送るような形になってるんですよね、うん、ちょっとここら辺はですね、もしかしたら前回お伝えした時にまあセットっていう風なニュアンスでお伝えしたのかもしれないなと思ってましたんで、はい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 、ちょっとすいませんけれども7ページに、書いてありますんでね、資料の7ページを見ていただいて、そちらの方を参考しながら、はい、やっていただけたら嬉しいなと思っております、うん、ということで、またね今後はですねその佐藤さんのトライアル後編がそのどういうふうになっていくのかどうなりますかねっていうところも含めてですね、はい、まあ、こちらの動画はですね、まあ、少しでも皆さんのね、まあ、今回のね、まあこういう状況、大変な状況下の中でね、うん、文化庁から出てる、まあ、この素晴らしいね、文化芸術活動のためのですね、継続するための活動支援事業ということで、まあ、ぜひね、こちらの動画が、まあ、少しでも参考になって、皆さんの活動がですね、止めることなく
続いていったら嬉しいなと、はい、私たちもそうですけれどもね、ということでまた次回の動画で、ぜひですね、見ていただけたら嬉しいなと思っております。佐藤さんありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。